はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ドラクエビルダーズ2パート37やっていきたいと思います。ギラタイルですねの作成にかかるんですけれども、まずですね、居住区画をかなり、増築しました。もう人数がねすげえ増えてきたんで、基本的に2階建てになってます。で、階段登ってって、ここが寝室スペースの新しいところですね。2,4,6,8 人分プラス一応まあトイレもついてますと。とあとお風呂、これねお風呂としてね多分機能してないんだよね。小さい空き部屋だから、だからちょっと今の状況で風呂って作れるのっていうのはあるんですけれども、まあ一応お風呂を2つ用意しましたと。まあこれは見てくれですね。で、階段も一応そのちょっと落ちないように落ちないようにはなってます。その分視界は悪いけど。で、あとですね、今ビルダーの鐘が鳴らせるようになりましたので、先にちょっとこれを鳴らしちゃいます。ファイヤー、これで3ですね。ビルドレベル3で、相変わらずの食料不足です。兵士たちが回転切りを覚えた。あ、また人が増えるのか。そういえば新しい仲間がやってきた。もうちょっとこれ以上部屋を作るのはさすがに無理なんで、床に寝ててもらうか。たくさんレシピを開く。お、絨毯じゃん。ガラ絨毯、ステンドグラス、絨毯の階段、王座の扉、ろうそく、祭壇、ベンチ、玉座、女神像、壁掛け布飾り、カーテン、オペラカーテン、タペストリー、大きなタペストリーと。ビルダーの鐘を鳴らした。絨毯に玉座、女神像、祭壇、城を豪華で威厳あるものにできそう。新しい仲間もやってきた。回転切りを覚えた。ハーゴン軍と戦っていこう。早速声をかけてみてくださいと。あれ、色が違う兵士がいるね。そしてムーンブルク城が復活したというのは本当だったんだな。もう戦うことはできないと。一度城を後にしたが、これでまた戦えそうだ。緑の服装は回復兵、時折ベホマラで回復してくれるとか、すごくないか。服の色による兵士の違いについてお話ししておく。青い服、回転切りを使える心強い兵士。赤い服は近衛兵、スクルトで防御力を高めます。兵士6人か。また鋼の剣装備させてあげないとね。てか炎の剣も作れるようになってるから、そっちにした方がいいかな。まあ、それはまた戦いの時にやろう。では、魔法研究所に行って、まず作らなきゃいけないのはちょっと炎の剣1個作ろう。炎の力を持つ。そうか、これそういうことか。水晶玉は特に見れないのかな。一応座っとこう。こっちかい逆なんだけど向きが時間かかるのか。なるほど。その間にじゃあこっちの農作物を回収するか。ここ枯渇しちゃったんだよね。小麦割と貴重なんだよね。もともと数が少ないのに枯渇しちゃったからちょっときつい。で、この中の食べ物はあんまり減らないっちゃ減らないけど、作られてもいないんだよね。作ってくれる人かなんか少ないんだかなんだかよくわかんないけど、3つ機能してないから。みんなあれなんだっけ、出城作りに行っちゃってんのかな。よし、そろそろ炎の剣ができそうですねと。どうしようかな。ちょっと預けて、攻撃力的なものは82か。70いくつだったもんねこれ。まあでも炎ということで、ちょっと炎の剣を装備しましょう。あと魔法の鎧か。
これも鋼の鎧から作れるんでいきますと。これ全部あれだ、時間かかるやつだ。作戦会議室、この人たちなんでここにいるの？やることないんだったら料理してくんないかな、マジで。自分で料理しよう。じゃがいも取り出す。一応10個は入れとくか。入れる、料理する、入れる、料理する、受け取る、しまう。悲しすぎる。あ、ここも料理できんね。入れる、料理するとやってるうちに魔法の鎧ができるか。じゃがいもをしまって料理してから魔法の鎧を取りに行きますか。じゃあそっちの方が数的に効率的な気がする。で全部しまっちゃうか、ベイクドポテトで入れる、料理する、入れる、料理する、出来上がりました。受け取る、これはちょっと俺のもんにしとく。あで、ここさらに入れとこう。3ついっぺんにはいけないよね。いけないの？3個ベイクドポテトができるってことにはならない。てかマジでこの人たち何してんの？何してるっていうか何もしてないよね。よし、では魔法の鎧を装備します。お、いいね、かっちょいい気がする。お、かっこよくない？魔法の鎧普通に。であと作るのはギラタイル、城の床が必要なんだ。城の床を調達するか。じゃあこれ72個も必要なの？え、そんなに？ちょっと待って、デインバリア2つ。いやー、そうか、あれか、魔法小石が足りないな、このままだと。もうちょっと爆弾岩とかを買っておくべきだったな。あ、食べちゃった。まあいいや、ちょうどお腹も減ってたとこだし。あと足りないのはそれ関係だよね。ギラタイル72マスのか、え、すげえな。で床スイッチ、トゲ罠46個は設置されている。あとデインバリアか、これ入れとこう。どれだっけ、これか。あれ、デインバリアって2つで十分なの？4つ必要だよね。あ、今作ってんだ。そういえば、あ、これってあれ俺がもともとやってたやつだよね、これは。あ、お前らさ、何勝手に食ってんだよ。つまみ食いしてんじゃないよ、まったく。王様だからって許されると思ったら大間違いよ。ただ立ち食いだからね、こいつら。よし、できた。あ、一気に4つできた。で、じゃあちょっと時間かかるから全部作りたいよね。5個、10個、魔力小石が足りるか。ちょっともう1個床のタイルを作るか。間違えた、1個っていうか、あ、1個でいいのか、1個で10個だもんね。いくついける？あー、いけんな。95個。ちょっと待って、50個、60個、70個、80個。早い、ギラタイル結構早くない？え、これで80じゃないよね、多分5個ずつだよね。あ、そうそうそうだ。じゃあまた料理するか。始まってからろくに進んでないんだけど。じゃがいもないんだけど。
ただだいぶここには補充できたからね。これしまってこれもしまってってかガチで料理してくれる人、この小麦25個とかさ、ここの21個もなんとかしてもらいたいな。生肉14個でしょ。どういうこと。機能してないってことはないよね。だってあれここ機能してない、なんかぶっ壊れてる、もしや。いやそんなことないよ、小さいお城のキッチンだもんね。いや機能してるわ。そっか、あとあれか、ちょっと死体があそこにあるみたいなんで棺桶作ってあげますか。こいつ棺桶自体はもう作ってあるんで、どうしよっか、もうここでいっか。城の中に作ってあげる。いやここでこの地にひっそりと眠ってくれ。ちょっと待って、分かんない。大理石はさすがにもったいない。雪、この雪っていいわけで、棺桶なんで2つあるんだ。そこには置けません。ちょ今どういう状況なん。もういいや、ここに棺桶を直接置いちゃおう。はい、担ぐ、弔うで、ここを雪で覆う。隠された死体だな。後で発見した人ビビるよな、こんなところに棺桶がみたいな。これ担ぐことできるんだな。外から外に出すってことね。でここちょっと目印がないとマジで分からん。墓がない、墓が、墓持ってたっけ。あ持ってたわ。墓を建ててあげましょう。どこに建てればいいんだ。多分ここら辺だよね。真ん中に建てとくか。なんか向きが変だけどいいや。安らかに眠ってくれ。よし、その間にギラタイルができてくるかもしれない。っていうかさ、襲撃起きないよね。もうモンスター襲撃、モンスター襲撃何気にねアイテムゲットできるから悪くなかったんだよね。罠でだいたい自滅してってくれるし。あと何作れって言ってた、なんか発動するやつ作れって言ってたよね。どれだっけ。あこれだ、床スイッチ16個。3つ作れば、4つか作れば大丈夫だね。よし、ではではでは、また作ってもらいますか。よろしくね。ほい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 。あれこの2つ、あとデインか。お、いいねいいね、頑張れ頑張れ。 97% あいつ片手で持ってんだ、すげえな。お、すげえ燃えてる。このスイッチ踏むと燃えんの。お、燃えるわ。ほらみんな燃えろ。このスイッチ持ってかさ、ギラーの床もっといっぱいあってもいいんじゃない。じゃあここら辺とかに、この縦2列とか全部ギラーにしちゃって良さそうな気がするんだけど、そういうもんじゃないのかな。これは近くのやつだっけ。じゃあここら辺で戦う、ここ全部巻きびし巻けばいいんじゃん。じゃあ完成した。よし、オッケーだ。夜になってしまった。うおー燃えてる、お前ら大丈夫か。でちょっとハッスルしすぎだよ。わ、待って待って待って、君たち
ちょっと落ち着こう。ギラタイルを置いてデジロの設計図を完成させてくれたと。10万兵団とも戦っていける勝機が見えてきた。いまだに教団を抜ける気はないらしい。ビルダーにもなる気はない。彼女は昔から堅物、一度信じたことはなかなか変えようとしない。アネスタのことは僕は気にかけておく。今許してあげてくれ。え、なんであっち向いてんの。こいつアネスタじゃないの。なんでみんな中向いてんの。ホッホは生きておった。わしを差し置いてアネスタの命を受け敵方に忍び込んでおるとは。わしも兵士として負けてはいられない。戦略に沿って動けるよう戦闘中目印になるものを作ってくれないか。闇雲に敵に突進したせっかくの魔法兵器も活かせない。なるほど、2つ作って目印の場所に置いてくれ。なんで2つなんだ。見張りのかがり火、見張りが持ち場の目印にする。まあいいか、とりあえず寝よう。何はともあれ寝よう。これ2回ちゃんと機能してんのかな。あんまり気にかけてないんだよね。よし、ここで寝よう。トイレに入ってった。ああみんないるな。あ、一人いない。おお、いいねいいねいいね。てか降りれないんだけど。あ、ちゃんとベッドすげえ機能してる。いやこれはやばいだろ。このみんなのたかり具合。火の上にいてでも食いたいか王様。こいつなんだ、仲間外れになっちゃったか。じゃあここどれだっけ。かがり火、あこれか。かがり火をそもそも作んなきゃいけないのね。2つだから、まあ2つあればいいや。でこれも2つ作りましょうと。でこれを置いてくれと。あこれはなんか楽な依頼だっけ。いやいや2つも壊れた。でここよし、これ一旦回収するもできたから、ほい。もうなんだかわかんないけど、よし、オッケー。見張りのかがり火を作った。戦いの時このかがり火の周りで効率よく動ける。魔法兵器をデジロの前線に並べ、かがり火をデジロの中ほどに置く。魔法兵器で敵を弱らせたところにかがり火の位置から出撃して敵を全滅する。殲滅か。城の兵士が2人ほどいなくなった。え、脱走したかもしれない。スパイがいる危険もある。消えた兵士の身が心配。マジか。むむ、来るかこの揺れは。この揺れでさ、ギラタイルが発動したんだけど。戦いか。もうちょっとギラタイル置いてもいい気がするんだけどな。ちょっと一回置いとこう。トゲ罠とかもうあんまり効果ないのかな。そのさ、ギラスイッチの前にここら辺にさ、もう罠めっちゃ敷き詰めてさ、罠で来る間にヒットポイント減って、ギラでさらにヒットポイント減るっていう、そういうあれにはなんないのかな。まあいっか。敵の大軍が城に迫っている。十魔兵団。え、待て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 、せめて鋼の剣をみんなに装備させよう。来たやつは多分みんな銅の剣だからね。炎の剣はもう作るのがめんどくさすぎる。ガイアの剣か。金のインゴット使うんだ。ちょっともったいねえな。超強え、超強えわ。ちょっと待って、鋼の剣じゃあ5本で、金のインゴット使うけど、じゃあこれも5本、これなんとなくメインとなるやつらに装備させてあげよう。
で両方出します。取り出す、取り出すと。で兵士は鋼の剣でいいや。ではまずガイアの剣を装備させるやつから。アネサ頼んだぞ。次、ゼシルちゃん、ゼシルちゃんだった名前間違えた。でこの人はあれだね、で回復兵じゃないからハゲジローム、ガイアの剣で、リックもガイアの剣。あとはメインキャラクターはそんなもんか。ってことはなんか分かりやすいやつに装備させよう。 A がいいなA と B に装備させよう。 A と B 覚えやすい。よし、でこれで鋼の剣がだいぶ余ったから、持ってないやつら頼むぞ。銅の剣、はい、こいつも銅の剣だな。で銅の剣回収、鋼になってんね。鋼、あと上にちょっとこいつは何なんだよ。鋼、あこいつも鋼か。あ鋼だね。あ違う違う違う、上のやつだからちげえわ。あ銅の剣だ。あ両方銅の剣だ。白壁、白の壁を投入しよう。はいどうぞ、あなたもどうぞ。よし破壊しよう。見てくれが悪い。あとこの穴も埋めないとね。で他はじゃあ大丈夫かな。回復兵、え2人いなくなったってもしかして回復兵、回復兵なんか4人くらい来なかった？いきなりいなくなったのか。来て、あでちょっとステーキを取り出して、これはもう2つ食っちゃおう。よし 95% で10個と2つ、これで OK。 行きましょう。直接ぶん殴って1匹残らずぶっ潰す。どこにいるの俺、こんなところにいるの。みんな飛び降りてく。これちょっとみんなについていこう。あこっから降りてった。俺はいきなり降りる。うわすげえ。俺はとにかく常にギラタイルを埋める位置にいよう。マキビシ置いても絶対良かったよね。さあ来い。まず前線のギラタイルを俺が踏む直接。えなんかよくわかんねえごっちゃごちゃだな。とにかく踏んでこうとにかくここら辺で踏むスタイル。必殺は使えるけど、まあでかいやつが出てきた時のために取っておく。あれ俺ちなみに炎の剣装備してるよね。よし常に踏む。まずはここを踏もう。はい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 、さあ来い。ちょっと待って待って待って、みんな侵入されてるんですけど。25体、こいつもまあまあ巨大だけどまだいそうだな。ボスがやっぱさ、ギラタイルさ適当にいっぱい置いといた方がいいよね。てか罠超強えなガチで強え。さあもっと引き寄せろ。ちょっとみんなどこ行くの。あみんなかがり火のとこにいるんだ。あモンスターが自分で踏んでその後
罠にかかるっていう、そういうシステムか。なるほどね。だからこっち側にあるんだ。タコ殴りにしてる。貴様ら何を人間風情に手こずっている。俺様に恥をかかせるな。仕方がない。じきじき練りつぶしてくれる。来たか、デビルロード。無駄だな。駆け抜けるって言ってる。あちあち。来たか。バカなやつらだ。でかければでかいほど火の海に火だるまになるということを思い知らせてやる。あー逃げた。やるな。そしてこれはなんだ。え、なに。分かんなかった。あー城壁がジャンプするのはちょっと駆け抜けたぜ。なかなか潔いやつだな。何してんの。でシスターだ、お前大丈夫か。え、なちょ待ってさ、なんか号令かけらんないの、みんな来いって。なんで俺怠慢しなきゃいけないんだ。でも炎の次、まあなんかエフェクトがいいよね。なんか燃えてるから強そう。実際ただご利用してるだけだけど。オッケーオッケーオッケー。罠があるからだいぶ早いね。あとは2つか。まさかこの俺様が10万兵団が人間ごときに。貴様らでは次の兵団には勝てない。グフ。次は空中か。どうせ最後が最強と呼ばれる、なんだっけ、兵団の名前忘れちゃったけど、君が作ってくれたギラタイル。敵の弱点をつく魔法兵器を作っていけば残る兵団も倒せる。デーモン兵団、そうか、デーモン兵団が最強だよね。次飛行兵団でしょう。ほぼ元通りになった。達成。バッチリ修理が完了。妙な気配がする。あれを見てください。なんでお前らあんなとこにいんだ。この高さでは我々を攻撃できまい。このままじゃ。いや早く逃げろよ。なんだ、早くこっち来いよ。何やってんのこいつら。しかもちゃんと鋼の剣装備してんね。うわやられた。あれは新手か。え、え、どういうこと。ちょっと届かないね、本当に届かないね。中に入ってんじゃん。余裕で中に入ってんな。どこ狙ってる。え、どこにいる。いや、あんなのどうやって倒すの。ほらほら、めんどくせえけどこれでいくか。またあれかな、一定時間経ったらっていうあれかな。痛い。ちょっと薬草使うか。みんな何してんだろう。あ、来た、倒したのかな。こいつじゃあれ壁壊せないよね。タコ殴りにすれば大したことはない。みんなに任せた方がいいや。どうにか魔物とも追い払えた。空を飛ぶ厄介な連中。敵の飛行兵団。縄文もギラタイルも楽々と飛び越えてしまう。
当てるので精一杯、何か対策を考えないと。あの二人を、戦力が二人減ってしまったからな。君の辛い気持ちはよくわかる。だがこれは戦争なんだ。当たり前のように人は死ぬ。その核がなければ教団とは戦えない。死んだら何もならない。死は無価値。どうしても勝利をつかみたい。お墓を作ってどっか彼らを弔ってあげてください。飛行兵団に対抗すべき、何、どうしよう。とりあえず持ってこうか。仮装する、ここでギラで仮装する。ちょっとなんか来たんだけど、荒くれが。今そういうとこじゃねえんだよ。お墓をどこにするか考えないとね。ちょっとこっち空いてるから、こっちの端っこにしとこう。でもなんであいつらさ、ここで戦ってたんだろうね。ちょ、言っちゃ悪いけどさ固まってた方が絶対いいでしょ、その城の中で。まあここに置いとくよ。今その行動できません。で、荒くれがなんかやってたね。荒くれがなんかやってたけど、まずは寝るか。みんな寝てるし寝よう。兵士がたくさん来たと思ったけど、2人だって今行方不明で、で今2人死んだんでしょ。ベッドの数もなんか、なんか足りてんだか足りてねえんだか分かんねえや。そんなことより食料不足なのよ、食料不足。多分小麦はまだできないか、大して時間経ってないのかな。それともやっぱり水あげた方がいいのかな。一旦水あげとこう。はい、回収。あ、できた、じゃがいもが。4つってでも大した数じゃないよね。これ1人1個食うのかな。まず荒くれに話そう。俺たちは何も売れてない影薄町人だが、あんたにお願いがある。教団を抜けてすっかりものづくりの虜、あんたの役に立ちたい、うん、やられちまった兵士の分も俺たち転職して兵士になりたい。アネッサ将軍の訓練を受けたい。堅物で近寄りがたい雰囲気。あんた仲が良さそうだ。アネスタさんに声をかけて俺たちに訓練つけてくれるようお願いしてくれ。なるほどね。って聞こえてんだろこれ戦時下に会いながら相変わらずニコニコした顔。それでどうした。私の訓練を受けて兵士になりたい町人がいる。その町人どうして私に直接言わない。もちろん新兵は歓迎する。兵士に転職するための訓練よろしく頼みます。ウォーミングアップして城の周りを死ぬ気で走る。え、ってかさ、農民がいなくなったらやばいんだけど。訓練が済むまで少し時間かかる。他の住人の頼みを聞いて待っていてくれ。じゃあちょっとこいつの話を聞くか。僕は改めてもう一度知った、教団の恐ろしさ、死の恐ろしさ。だからこそ負けるわけにはいかない。家族を全て戦争で失っている。ご両親も妹も弟も無残に死んだ。人一倍死というものに抗う気持ちが強い。僕たちは強くならなきゃいけない。一度鐘を鳴らしてくれないか。さっき鐘鳴らしたからね。ありがとう城のみんながスパイのことを心配している。でも疑心暗鬼になるのが一番怖い。仲間を信じられなきゃ戦えない。プットって誰だっけ。あ、こいつか。本当に個性的な人だね僕は何があっても君を信じる。僕を信じてほしい。おそらく飛行兵団しっかり準備しましょうと。んで次こいつか。飛行兵団にやられて犠牲者が出てしまった。
人間とは因果なものだ。こんな時でも腹が減っている。そうだね。お城のキッチンアップグレード。テーブルを置いてください。煮込み大鍋、食器一つずつ。お城食堂、よし、それは望むところだ。あれ、こいつも。この城は本当に立派になった。ビルダーの力は素晴らしい。本当はもっといけるじゃろって。武器庫を作ってもらいたい。収納箱、バリケード、何らかの武具飾りを4つ置き、兵士の装備を強くする武器庫を作ってくれ。なるほどね。ちょっと待ってね。まずはここアップグレードするためにはやっぱ広くしなきゃいけないから、一旦この壁を取り壊して、ちょっとね、なんかね、視界もうちょっと、もうちょっとなんか自由に調節したいよね。よいしょ。で、城の壁両方から入れるようにしようか、せっかくだから。ってことは扉をもう一個作らないといけないね。扉はそんなにもう数がなかったからな。あ、持ってないわ。とりあえず5個くらい作っとこう。で、ここに扉を1個置こう。はい。で、こっち側、今お城のキッチンだから右側に、なんだっけ、あいつどこにいるんだかわかんねえ。こっから必要なものをちょっと調達していこう。木のテーブル、これはもうあるな。食器、え、何個って言ってたっけ。食器は1個でいいか。で、収納箱、収納箱もうすでに置いてあるからね、1個。煮込みお鍋、ポトフが必要なの。ポトフか、ちょっと1個自力で作ろう。じゃがいもと肉、いや、もう中のものが全然ない。じゃがいもと肉とお水、完全に消してるよね、火を。で、しまってしまってと。ではではでは、必要なものはまず収納箱、あれ、収納箱って両方必要だっけ。テーブル、テーブルどこに置く。じゃあここに置くか。ちょっと床が雪とかになってて若干嫌な感じはするけど、椅子置けって言ってたっけ。こいつは何、どこに来てる、何してんだよ。ええ、何何何何、あ、走ってきたのか。将軍の訓練終わった。終わったってウォーミングアップだろ。あと先週ほど走らせたい。体の様子が、え、兵士っていうかなんか僧侶っぽいんだけど。彼は確かに強い、だが戦いの規則は破るし無鉄砲すぎる。そこはかとなく恐ろしい。私は軍を率いる将軍として物事を注意深く見ていかなければいけない。そこ知れない何かを感じる。あとは、あ、モンスター来た。どっから来るかだけちょっと見とこう。何軍団？あ、飛んでる。いや、めんどくせえ、これめんどくせえわ。え、飛んでるやつらさ、完全シカトされてんじゃん。いや、この飛行兵団早々に倒しておかないと本当にめんどくさいぞ。壁が破壊されることはなさそうだけど、所詮ガーゴイルだから。よし、これ作って鍋作ろう。こいつはもうみんなに任せる、めんどくさい本当に。よし、煮込みお鍋、
玉座とか破壊されたかな。王様がめっちゃやられてんだけど。みんな王のピンチだぞ。あ、いるなら倒すか。もういいや。煮込みの鍋をここに置けばいいのか。で食器、吹き出しテーブル。これ何になった今。あ、お城の食堂。 OK。 椅子ないけどいいの。これで収納箱に素材を入れれば料理ができる人はきっと作ってくれるでしょう。大した実害もない。実感が湧かない。リックさんのようにいい人っぽいのが案外怪しい。二重スパイ。教団の熱烈な信者。いや本当にね、料理を作ってほしいのよ。開くって何。え、ここここに入れんの。あ、まあ皿の上に置くのは分かるよ。生肉とこれがだから超余ってるの。素材はマジで余ってる。自動料理生産システムがなうまく機能してないっていうところがちょっくら微妙なところではある。で武器庫、収納箱、バリケード、武具飾り4つか。まず部屋を確保しないとね。どこにしよっか。場所がないんだよね。もうここら辺をちょっとじゃあ増築するか。またこれで大丈夫かな。武器庫できたね。よしよしよし。おお、武器庫を作った。兵士に武器を配らなくても。あ、そうなんだ。それは便利だな。戦いがきついと思うことはないか。物を飛ばして空中の敵を攻撃したい。特別な兵器を考案しよう。わしの話をヒントに考えてみるんじゃ。投石機みたいなやつ。手投げ爆弾。全然違った。手投げかよ。手投げ爆弾、爆弾石。わあ、これ集めんの。城壁の上から敵に投げる。で次、城の設備も整ってきている。ハーゴン軍と戦う準備が進んでいる。兵士を鍛えるための訓練所。やりたてらくさっき入れたんだけど、2つしかも。兵士用マネキン、木の格子4つずつ。お好きな場所に訓練所を作ってくださいと。ここじゃあどうしようかな。一応鋼の剣を、まあ、入れるは入れておこう。4つで、ここは畑でしょ。できてる。種がほんとないんだよね。ここどうしよっかな。ここの土地すげえ無駄だよね。これがすげえ無駄なんだよ。この庭みたいなの何の役にも立ってない。まあ、裏口みたいな感じになってる。精神統一。あっ、ここか。こっち側を開拓。あれ、この外って多分ダメなんだよな。あ、ダメだダメ。この外はダメ。ここが限界値だ。畑が限界値だから。畑を少し縮小させて
正面に部屋を作るか。横は多分ここは限界だよね。そうそうそう、限界だね。じゃあここに作ろう。だからこれをこんな感じ。お墓ここに作るか。待って、てかなんであいつら動いてねえの。たまになんか動かなくなるよな。サボり出す。よし、オッケー。さっきのやつを破壊しよう。この兵士たちマジで何謎すぎる。てかこの部屋広げとけばよかったね。おとなしく。まあいいでしょう。もう作ってしまったものは仕方がない。まあ何かに有効活用できるかもしれない。隠し部屋だな、隠し部屋。この土やっぱやだな。土はやっぱりやだから、でこうこうで、どうする。この長さでいけるかな。なんでみんなここに入ってきてさ、何もしてないの。え、このでかさでいける。ちょっとあの槍がでかいからね、すげえ無理っぽいな。まあいいや、無理やり作るか。で、じゃあ一回寝よう。夜はモンスターの襲撃がないとかあるかな。だったら夜に活動しておくっていうのも一つ手だけど。みんな一目散に。これが4つって言ってたっけ。で、あとは手投げ爆弾一応1個じゃあ作っとこう。1個っていうか10個。爆弾しか全然足りないわ。で、これ何個って言った。4つって言った。あとはこれ2つだよね。これがでかいんだよね、とにかく。まあこんなもんか。もう一回聞いてこよう。あれ、こっちちげ、どこ行った。ちょ、わかんねえ。おお、違う。ラックが2つ、兵士用マネキン、キノコ押し4つずつ。そうだね。で、ここで、これが2マス幅取るから、ここに置いちゃうか。これ4つ、こんな、なんか役立つこれ。こんなとこに置いといて、ちょっと俺には分からん。これでいいや。狭っ。小さい訓練所、確かにもう小さいよ。でもしょうがない、土地がないんだから。やっぱここの土地をもうちょっとなんとかすべきだったな。この大きさともうどうにもできないからね。一応これは敷き詰めておこう。シド、あそこで何やってんだ。難しいっぽい。お、戦闘してるね。ちょっと待って。
俺が出れなくなっちゃった、ワープしよう。ムーンクタってもう一瞬でイベント終わったな。で金で呼ぶ、ほい128。強くなるための訓練、体力が上がっていくのか。スパイ、魔物の影を見た気がする。人に化けた魔物がいる。見つけて修理はした。謎の穴が開いている。一緒に戦うやつを疑うのは嫌だ。改めてアネスタと一緒に飛行兵団に対抗する魔法兵器。手投げ爆弾ってさ、別に魔法兵器って感じじゃなくね。設計図を書いてくれ。やっぱこれもう後ろ側には行かないね。どんどん強化されていくな。うわすっげえ広い。また素材化。そうすると対飛行兵団設計図、ここにあれを置くのね。なんだかわかんないけど3129ってめっちゃ必要じゃん。まあいいや、むむ。よし、ギラタイルの時と同じくハテナ部分が魔法兵器。彼から情報を聞いて飛行兵団の弱点を探しましょうと、城の壁収納箱に入れておいてくださいと。いろんな場所を旅してきた。ムーンブルクの情報なら任せてください。ムーンペタの南の谷から行ける毒沼、飛行兵団の野営地、弱点を探れるかもしれない。平家の杖で潜入しましょうと。 OKOKOK、 お任せ。あれちょっとあれ使おうと思ったら、どこに置いとく。あれこれなんか破壊されたの。あ、これは対飛行兵団になっちゃってるか。ではここにまずじゃあ収納箱を置きます。でそこに、必要なものを入れる。ただし必要なものの個数が分かんないから、あ、本当あれ持ってくりゃいいんだけどね、こっちに。めんどくさいから戻んのが。396か。じゃあ400個作っとこう。であとはこれがじゃあ60個。でこれが虫かと。これ大した被害受けないかんね。でさらにさらに必要そうなものとしては、あ、これか。またトゲ罠か。でバリケード、バリケードはもうすぐだね。空中の敵だからね、あんまりバリケードは必要ないか。床スイッチ、これはこれで必要か。今作れなかったし多分。って感じ。魔法の方は何か必要なものあるかな。これも見ておこう。あれギラタイルまだ必要なの。多分作りきれないよね。城の床が足りない。これもうちょっと100くらい作っとくか。あいつらさ武器装備したのかな、新しくなったやつ。OK。でこれは時間かかるから、その間に収納箱の中に入れておきましょう。もういいや、全部しまっちゃおう一回。あ、
置いちゃったよ。ここに置いとこう。で、これでしょ、はい、これでしょ、これでしょ、はい、あと必要なのはこれ、ほい、はしご、これ、これ、あれ、またこれ必要なの、これデインバリアか、はい、まあ、足りないものだったら言ってくるよね、はいはい、あと大弓はある、でその間にまたギラタイルができているかもしれない。でついでにギラタイル早いから、あのじいさん石持ってどこ行くんだ、なんであそこにしまってんの、余ったから、行動が謎すぎる、魔力もうないのか、枯渇してる、回収しに行くか、じゃあ待って、これ入れとこう、スタミナがない、いや素材めちゃくちゃ必要だな、魔力しかもこっちにあったっけ、ここさなんかいろいろあるんだけど、これとかげっ、いつの間にか腹が減ってる、ある、しまった、物がない、ない。帰ろう。というわけで、じゃあちょっと次回までに素材は全部揃えておいて、そこから飛行兵団の野営地に向かうところから始めていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。